スコットランド、オークニー諸島のサンデー島にある、ウェストマンス、かつてのスコットランド自由協会の牧師館。牧師館と日本語に訳されるマンスは、通例では主に長老派協会、メソジスト、バプテスト教会、その他のキリスト教の伝統において、教約者が居住する、ないしは、かつて居住していた、牧師館。もともとは、ラテン語で居住することを意味する、マンサス、ないし、 止まるを意味する、マネルに由来し、16世紀の時点では、住居を意味するとともに、教会関係の文脈においては一家族の生計を支えるのに必要な土地の広さを意味していた。引いた、スコットランド人の多くは、牧師官・マンスの息子、娘オブザ・マンスと称され、スコットランドのメディアや文化において、今も繰り返し使われる評価基準の一つとなっている。 例えば、元首相のゴードン・ブラウンは、長老派教会の牧師の息子であり、牧師官の息子と表現されることがあった。スコットランド国教会は、もともと牧師官であった建物を払い下げて売却する際に、新たな持ち主がこれを牧師官と称さないことを求めているが、旧牧師官などといった故障は許容している。その意味するところは、牧師官は現にそのように用いられている。 建物のことであり、単なる建物の名称ではない、ということである。マサチューセッツ州コンコードのオールドマンス。北、アメリカなど、スコットランド以外の地域でも、スコットランド国教会の系譜を引く教会で、マンスの故障が用いられることがある。ありがとうございます。